休日は作り置きをするためにスーパーに買い出しに行きます。カゴをしながらスマホで動画を撮るのがめっちゃ恥ずかしいです。すれ違う人たちにチラチラと見られました。今月は1ヶ月いつもにチャレンジ中です。久しぶりに家を出ると疲れちゃいます。引きこもりあるあるですね。この封筒で今月の食費を管理します。今日のお釣りです。詳しい結果は今月末に別の動画を投稿します。1品目はナシゴレンから作ります。冷蔵庫にあったピーマンからカット。もともと家にある食材や調味料は1万円には含まずにチャレンジしたいと思います。ナシゴレンなのにごま油にしてしまいました。次に冷凍していた玄米ご飯をチンして、エリンギと玄米の豆乳芯が取れてませんでした。全部入れて炒めます。作り置きしていた蒸し鶏も入れていきます。全体に火が通るまで混ぜます。